ちょうど比嘉先生元気だったもんですから、向こうに来て学びなさいと言われて、一応比嘉成功先生のもとに、道場に買いまして、仕事も那覇の方に道場に通うために仕事も買いましてね、まあ、現在に至っております。Comme en Huit Chériou, après l'échauffement, c'est Sanchin. Ils ne sont pas identiques, mais ils se ressemblent, et chacun étant une pierre angulaire de son style. あの空手はですね、ちょうど私が始めた時はまだ戦争終わって困難のな厳しい中でしてね、その中で小さい時からあの私たちの部落は廃藩の侍の方々がね集まってあの稽古しておられた部落 でその話を聞きながらね、ぜひ自分もそれで一生空手をしようという決意をいたしまして続けたわけです。それはね、やっぱし、まあ、趣味でやったものと健康維持でやったもの、だから空手のおかげでこれまで生きております。それも全て空手のおかげです。